どうも皆さん、What's up? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。秋旅のあゆきです。やっとね、晴れました。晴れた？雨が止んだって感じでしょうか。やっとね、外へ出れるようになりましてですね、いやー、やっと外に出たという感じですね。それでは、いつもの、何もない日々、ボリューム10ですか、行ってみましょう。なんかちょうど、つの先からね、お送りしてるんですけども、ちょっとね、向こうに、この昔この堤防があってですね、この堤防をですね、もう切って道路を通すみたいな工事がだいぶ進んでましてですね、だいぶ堤防が切れて、もう道が前方がこう見えてきてるような感じなんで、ちょっと見てみたいなという感じですけどもね。まあ、道が通り出したら本当に早いですね。あれ、上からさすがに見ることはちょっと難しいかな。ちょっと下から、見てみようかな。だいぶね、道ができててきて、道路のこの土台ってこんな感じの土長いね。全然知らんかった。これ芝生やね。芝生やね。こんな目槌欲しいがやけどね。どこでもらえるがよ。こんぐらいサラサラやったらやけどな。いやでもね、四万十市の方は大きな、ね、災害には見舞われてなくてですね、まあ、非常通りの水という感じで、ここ後ろ側なんですけども、まあ、後ろ側も向こう側の四万十川もですね、あまり大きな水位が上がることなくですね、経過しましたけどもね、はい、まあ、今のところ大きな水害なく行っているような状況ですね。結構降りましたけどもね、皆さんのところ大丈夫だったでしょうかね。やっぱテレビのニュースとか見るとね、かなりここは、ね、氾濫してね、家直されてるみたいなところいっぱいありましたしね、土砂崩れで埋まってるみたいなところもあるでしょうから、天気の災害なんかはね、本当言うてくところがないですよね、本当ね、うん。それでね、まあ、やっぱり何もない日々、何もない日々ってね、何もない何もないって言うてるんですけども、実はね、何もないなりにね、自分なりに台本というかですね、構成を一応ノートに書き留めて、こんな感じのテーマを作って、動画を作ってるって感じなんですけども、で今日のテーマは、再生回数を上げるということなんですけども、やっぱり僕もね、いろいろ動画を撮ってきて、この動画は絶対回るみたいな感じで、自信を持ってアップロードしたけど、全然再生数が上がらんみたいな、そんなことがよくあるんですよね。例えばこの前猫の動画ね、いろいろ猫シリーズを上げていったんやけど、この猫ちゃん、可愛い猫ちゃんが映ってる動画は絶対再生数が回るみたいな定説があるけど、いざ僕が動画上げてみたらね、全然その再生数が上がらない。これどういうことかっていうと、もうね、みんなもう何万人とね、 YouTuber がおって、その YouTuber が何万個と、その猫動画を上げてるんですよね。その何万個もあるその猫動画の中に僕の動画が渦漏れてしまうみたいな感じで、実際アップロードしてみると埋もれてしまうみたいな、そういうことがあってね、なかなか再生数が上がらないっていうのは現状としてあるということで、そこが一番難しいところなんですよね。絶対回るっていう動画はあえて上げないみたいなのがもう大切なことなのかもしれませんね。あえてこの銅像を調べてみるみたいな、あと靴の裏特集みたいな、誰もこう食いつかんようなニッチなところを攻めていくっていうのも一つの方法なのかもしれないですね。とにかく猫って調べてみたら、もうズワーって出てきて、あゆき旅に行き着かないんですよ。そこが一番の問題なんですよね。だからチャンネル再生数を増やして、チャンネル登録者を増やすためにいろいろコンテンツを探っていくがやけど、なかなか人が見てくれるところまで行き着かないと、そこがね、やっぱり一つの問題点になるのかなという感じだがね、やっぱり僕にはこう中村四万十市を撮るということがね、まあ、僕の使命というかですね中村市しかないのかな、四万十市しか僕にはないのかなという感じで、はい、大切にね、四万十市をね撮って
見たいなという人が見てくれるっていうのが一番ねいいのかなという感じがしますね。はい、四万十市っていうだけでも結構ニッチな、領域になるんじゃないかなという感じがするんですよね。四万十市のタコ公園とかめっちゃニッチちゃうのめっちゃニッチちゃうのかいなあれな。だからそんな感じでね、こうマニアックな、マニアックっていうのかな、こう懐かしさを彷彿させるようなね、そんなところに行って、僕がわーわー言うのもね一番いいんじゃないかなって感じするんですよね。猫の水やり器をレビューしたみたいな動画なんですけど、もういっぱい、もうすんごい量の猫ちゃんグッズを紹介してみたレビューがね、その中に僕の動画がポツンフーンとあるんですよ。そらね誰も見ないっすって感じですね。はい、検索していって上位に、検索結果出るようにするにはどうしたらいいのか、ここが永遠のテーマですね。 SEO 対策ですか、 SEO 対策であったりね、そんなのもねいろいろやってみるわけなんですけど、なかなか上位には食い込まないという感じ。タコ公園きとな、こんなんやったっけ、黄ばんでるな、タコチュー、タコチュー言ってましたよね僕らね。ここにね、なんかブランコみたいな長ブランコがあったんやけど、あれも完全に撤去されたね。あれもやったな、あれすっぽ抜けるんよね、あれね、やり言ったらすっぽ抜けるまでやったな、あれ危ないな、あれギリギリのところやね、あれ。あんまり滑らんなさっきの駅のベンチの方がね滑るよあれ横ザーッ滑ったからこんなんやったね階段、ほらここでな、悪い子らがタバコ吸いよったよね。超真面目な子がね、あれ誰だっけ、あよむくんやったっけ、あよむくんがさ中学校の時に学校の先生呼ばれて、あれタバコ吸うらしいでって、超真面目なあの子が、いや片子公園のところでタバコ吸いよって先生見つかったみたいな、補導されててね、あの真面目なみたいな、 お父さんがめっちゃ美味しそうに吸いよった時に吸うてみたかったがみたいな、隠れて吸うみたいな、ああいうところで結構悪い子たちが集まるような公園でしたけどね僕らの時は。やべえ雨降ってきた、狭、めちゃくちゃ狭いわここの駐車場。行ってみましょう。すんません、商品券を買いに来たんですけど、1万円の、あ、これこれこれ、はい、これいただいていいですか。はい、こちらが6市町村の飲食店の限定のものになっています。はい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 、でこちらが、うん、境町で使える分になっています。あ、分かれちゃうがやね。はい、あ、ご飯を食べたいなと思ってて、あ、あ、はいはい、こちらがこう飲食店街が、あ、なるほど、はい、うん、他にもなんかアーケードの中のお店とかでいろいろ買うとかになるとまた別ながですね、思います。あ、これやったらご飯も食べれるが、これは別、大丈夫ですよ、あ、これも別、でも、あ、はい、じゃあ何でも券で、はい、はい、どうもありがとうございます。はい、すみません、どうもありがとうございました。ゲットしました、商店街応援商品券ということで、中村の街をね、応援しようということですね。早速これ持って飯を食いに行きましょう。何するの、お引っ越しや、小田さんも。売ってんのかな。あ、これ多分売りよ。あ、売りよが、あ、そう。タバコもあるからなんだろうなと思って。なるほどなるほど。あるかあるか。テイクアウトの感じでみんな売ってるんやね。トイレこれ
シャレシャレシャーレなんやけど、これよう分からへんわ。これ男の子と女の子のこの口がいがさ、これこうよう分からんわ。これ美中や。あら、じゃあまた必殺満州か。満州にしようかな。そうか、あの超貧権やとお釣りが出ないということだからね。なるほどね。でお釣りが出んということやけん、1万円プラス1000円で1万1000円分ということだからね。それでお得感を出しているということだからね。なるほどね。だからちょうど、注文するときに、850円だったから、あのプラス50円で卵落としができるらしいんで、卵落としかける2で950円にして、500円券2枚、1000円分で購入しました。で前からも言ったけど、ここねゴミ箱がないのよね。これぜひあのゴミ箱を用意してもらったらめっちゃありがたいと思います。あのこの前だ食べたゴミくずどっかあそこら辺で忘れてしまうてゴミになってしまったので、ゴミ箱は設置しております。各自でお持ちください。なんでやねんな、そこちゃんとゴミ箱置いてくれたらなあ、ええのなあ。あこれいいじゃん、あの商品券使うときはお釣りが出ないので850円ね、850円プラス、150円できるんだけど、卵落とし3でもよかったねコレステロール取りすぎっていう感じの話もするんですけども、そうそう、卵落とし3するとちょうど商品券2枚でお釣りが、お釣りもともとないのでぴったりで、購入できるのかなという感じですね。やばいっすよこれ。あこれはうまいっしょ、これうまいんじゃない。卵落とし3つにすりゃよかった。やべ、いただきます。うん、なるほど、間違いない。卵落としかける3です。これうまい。辛いだけじゃなくてね、甘さも中にあるんですよ。これ超うまい。うん、あ今日ねご飯入れたからちょうど卵に落とし卵、卵落とし2が効くんじゃないかなと思います。あらうまい。うん、ここめっちゃ気になってるんよね。あ、ギター屋さん、刃物屋さんという感じなんですけども、ゴミ捨てたいんやけどね、どうも商店街にはゴミ箱がないみたいな。あ、ここにも売ってるわ、ここにも、ほらアーケードの中の、これここにも売ってるんでね、アーケード用事ある人は買ってもいいかもしれないですね。この町にはゴミ箱がないわ。よいしょ。ジメです。ホットコーヒーを、ホットコーヒーを一つ。うん。ブラジルコロンビア。ね、朝入りがいいんだけど、うん、コロンビアにしようかな。うん、ね、はい、なんか。何これ、掘りごたつみたいにできてる。あー、ここが2階席。はい、そんな感じで、今日はですね、地域振興券ね、はどこでも下田市のね観光地とかですね、先ほどアーケードの中とかサンリバーとかね行っても売ってるんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんね購入して、四万都市のお店で何かお金を使うっていうのもねいいんじゃないかなということですね。まあ、地元が儲かるようにね、地元でお金を使うっていうのが一番いいのかなという感じがしますね。次はもっと老舗のお店で、ご飯食べてみたりとかねいうのもいいかもしれませんね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。うわお、公民館、ここがさつきで、
公民館。わお、全部これ瓦礫の山やんか。これこんな広かったよね。昔はね、ここがと向こうへ行ったもんですけどね。へえ、もうあの風景なくなったんや。そうか、公民館で将棋したな。将棋してわーわー騒げたらおんちゃんに怒られてね、やまし出てけって懐かしいな。もう公民館はなくなってしまいましたね、残念。